AKC には哺乳類、爬虫類の他に鳥類、魚類、両生類と幅広い種類の動物がいます。今回は今まであまり取り上げてこなかった AKC に住む魚たちをご紹介。魚類も非常に個性豊か、彼らの魅力も奥が深いんですよ。AKC のアクアルームでは数々の両生類、魚類が生活しているよ。 AKC には何種類魚がいますか？大体今は20種類から30種類ぐらいの魚を、はい、常に、まあ、飼育展示できるようにしてますね。一応基本的にはここの伊豆地域で取れるような魚、国産の、まあ、魚もいますし海水魚もいますし、あとはペットショップで扱う熱帯魚の類で、あとは今だいぶ制限はかかってきてますけど、大型の熱帯魚であるアロワナとかもありますし、あとはちょっと法律的に飼うのが難しいんですけど、うちはそういう特色もちょっと含めてるんで、まあ、外来生物であるガーなども飼育してますね。生徒の夢を後押しするため幅広い目的に合わせた魚を飼育しているアニマルキーパーズカレッジ。今回は AKC2 期生の清水くんと宍戸さんが思う特に魅力を知ってもらいたい魚、題して推し魚を紹介していただきましょう。自分の推し魚はこれです。ほぼ両生類、アフリカ廃魚。清水くんの一つ目の推し魚はこちら。ほぼ両生類とは一体どういうことなんでしょう？これはアフリカ廃魚っていう廃魚の仲間の魚で、名前の通りアフリカに住んでて、すごい面白い特徴としてはアフリカって乾季と雨季とかあって、この子は乾季になると自分で繭を作ってその乾季を吸ってことができて、さっきのキャッチコピーで、まあ、ほぼ両生類って言ったんですけど、両生類の種類でも何種類かは自分で繭を作って乾燥してる時期を過ごしたりとかできるので、ほぼ両生類ってキャッチコピーつけました。実際アフリカなどに生息する廃魚は、水がなくなる乾季になると自分の体液で繭を作り乾眠するんだそう。つまり陸上でも生き延びられちゃうんです。その他にもこんなすごいところが。この子たちエラ呼吸以外にも自分の口で上まで行って空気を吸って呼吸ができるっていう特徴を持ってます。魚全体としたしてみた時は珍しいです。かなり好きな魚の一つですね。私の推し魚はこれです。見て可愛い、食べて美味しい、ハゼ。宍戸さんの推し魚はぷくぷく頬を膨らませているこの子。この子はハゼです。ハゼの仲間でもこの子はクモハゼといって、おとなしめな性格なので、今この水槽ではクモハゼが2匹と、あと1匹ササノハベラが奥の方にいます。クモハゼは第一背びれの上部が白く、胸びれや体にある小さな斑点が特徴の魚。おとなしく丈夫で飼育もしやすい魚の一種なんだって。どんなところが推しポイントですか？一番はあの顔です。顔、はい、どんな顔してます？すごいぬこぬこした顔、ぼーっとしたような顔をしているのが私的にすごい推しポイントです。まあ、逃げる時とかは結構スイスイ行ったりご飯食べる時はするんですけど、基本的に一つの場所でじっとするおとなしい子たちです。どんな人におすすめしたいですか？このどんな人せっかちな人です。あ、せっかちな人。やっぱりのんびりしてる彼らを見て、あ、落ち着こうってなってもらえば、冷静さを取り戻してくれるような魚、はいはいはい、そうですね。なるほど。2巡目も面白そうな推し魚を教えてくれた2人。2匹目の推し魚はこちらのアジアアロワナっていう魚になります。この子は東南アジアの方に住んでる、ま、アロワナっていう、ま、種類の魚なんですけど、この子の特徴としては、ま、結構餌を食べる瞬間とかがダイナミックで、水面にポチャンって落としたらもう水を飛ばしながらバクンって食べたりして、そこがとてもかっこいいロマンのなす魚で、性格的にはこうどういう特徴があったりするんですか？物おじしないタイプっていうか、餌かなって思ったらガンガン来るタイプで、自分じゃないんですけど先輩とかは水槽を掃除するのにこう手入れて掃除してたら、
腕時計を紙に来たみたいな、結構ガツガツくる子ですね。色にもいろんな種類があって、まあ、緑っぽい個体とか、この子金色っぽいんですけど、本当にもっと赤くてすごいギラギラしてる感じの、そういう種類もいます。2つ目は、ここにいるベタです。この子たちは恋ベタといって、種類ごとやっぱり色が違います。カラフルで鮮やかな見た目が美しいベタ、実は個体ごとで色や柄が違うアーティスティックな魚なんです。あ、ほんとだ、ブルー。え、これはどうしてこういう違いが出てくるんですか？でも三毛猫と同じ感じで、その多分お父さんとお母さんのそれが混ざって混ざって、でこの子たちができる感じ。一つの個体から生まれた子供たちは同じ色の系統になったりする？そうですね、ただ赤がお父さん、青がお母さんだとそれが混ざったり、赤しかなかったり青しかなかったりっていう感じで生まれています。そんなベタの推しポイントは？推しポイントはこの子たちはすごい闘争心が強いところです。現地やタイの方では闘魚って呼ばれてて、実はオス同士はすごい縄張り争いが激しくて、お互いがどっちかが死ぬまで戦い続けます。なのですごい求愛の仕方もなんか特徴的で、このメスをひたすら追いかけるんですよ。でメスがその気じゃないともうずっとオスは攻撃し続けるし、まあ、見るのが発見が遅かったりすると最悪メスは朝起きたら死んじゃってオスだけが生きててっていうぐらいすごい熱が強いっていうか、人間ほどドロドロしたものは生まれないんですけど、でもまああいつ気に食わねえな、やってやろうぜみたいなノリはあると思います。はい、仲間ハセルとかあるんですか？結構ありますね。他の魚、ベタに関わらず他の魚、特に多分海水魚とかだとあのスズメダイ系はすごい多いです。可愛らしい見た目に反し尖った一面も持つベタ、そんなベタのいいところは？一番は飼いやすいっていうことですかね。飼いやすい。この子たちは結構リーズナブルなお値段で手に入るし、ここにエアーはついてるんですけど、基本エアーはなしでも大丈夫です。ベタにはラビリンス器官というものが備わっており、エラ呼吸に加え空気中から直接酸素を取り込んで空気呼吸することもできるのだそう。そのため飼育用に特別な装置を持っていない初心者も飼いやすい魚です。今回私たちが紹介した推し魚の魅力、分かっていただけましたか？次回は魚のことにより興味を持ってくれた方に向けて、魚の飼い方や、さらなる魅力を伝えていけたらいいなと思います。楽しみに待っていてください。清水くんと宍戸さん、ありがとうございました。アニマルキーパーズチャンネルでは動物と生徒の成長を随時更新中。チャンネル登録よろしくお願いします。